状のね交差点に入ってきました。ここもラッシュの時とかはねすごく混んでね、もうバイクだらけです。はい、ただね意外とねここ事故ないんですよね。私がいない時になってるかもしれないですが、皆さんおそらくですね気をつけてこう運転してるからね、そこまで目の前のバイクが、あ、ここですね。でもすごい混んでそう。ここに止めましょう。もう10時半近くですけど混んでますね。ここ、こうやって皆さん座ってます、ね、でこちらがねお店ですね。中にも座る場所がある感じがしますね。こうやってね、ここにメニューがありますね。英語でも書いてあるで、ね、オーダーしやすいですね。こちらね、バンミーオプラウフウという全部入りのものを頼みましょう。はい、でこちらコーヒーも売ってますね。カフェスアとカフェラですね。はい、お店がこちらにあるんですけれども、こちらもうプラスチックの椅子がこう並んでね、皆さん座っていらっしゃいます。はい、まずねあちらでねオーダーして、でねもう席を確保するしかないですね。この、 あの通りもいいですね。ヘムなんでね、さっきあのバイクで通ってきましたけどね、あのヘムでこう細道ですごくいいですよね。でこっちまっすぐ行って左側にお店があるので、店員さんがねあのメニューくれて対応してくれますから完璧です。はい、私はねこちらに座りました。この味のある、これ皆さん年季のあるこのプラスチックのテーブルに座ってね待ちましょう。この場所はね日光がすごいですよ。すごいとんでもない席に座りました。はい、お客さんすごいですね。まあ、席がちょっと限られてるんでね、そこがあれなんですけれども、はい、アパテや、あの、まあ、来ました。黄金に輝くこのパン。こんな感じでね、席一つ一つにこうやって、チリとかね、醤油ですとか調味料系を持ってきてくれます。はい。これ皆さん見てください。これがねチャオと言いまして、まあフライパンですね。もう熱々です。はい、これがいいですね。でこれに目玉焼き、ハム、さつま揚げ、あとネギとかですね、いろいろ乗って美味しそうですね。でこちらのね皆さんおなじみバンミーですね。美味しそう、カリカリです。またでかいこれまた。はい、でねこれね別途ねこれ熱っでね、これね、ベッドパテをね、持ってきてくれまして、これをね、パンに塗ってね、一緒に混ぜて食べます。はい。それでは、いただきましょう。これね、もう潰しちゃいましょう。この、年季が入ったフライパンがまた最高ですね。こんな感じで。このまた潰してね、食べましょうよ。で、パンね。カリカリですよ皆さん、本当にこれだけ食べようか。甘みもあって最高。このねパテくんね、これをたっぷり塗って、このチリね、もう片手なんでねもうぐちゃぐちゃですけど、でハムで、さつま揚げとか乗せちゃって、これをね、こんな風にしちゃいます。はい、いただきます。
本当に、なの具材一つ一つは非常にシンプルなんですけど、このまたバンミーとこのチリのソースでね、一つ一つのこの食材がハーモニーがすごいよ。食べた感もすごいある。ボリューム満点。こうやってね、ちょっと汚いですけどね、ソースにつけてね食べます、このパテがまたいいですね。これ滑らかでうまいわ。このね白いやつは多分マヨネーズだと思いますね。まあ見るからに健康には良くないでしょうね。ただもうそれは関係ない。このさつま揚げも美味しい、本当美味しい。きゅうりもございます。今ね10時55分なんですけど、お客さん来てるんですけど、もう店主の人から売り切れって言われてね、皆さん帰ってますね。なんでやっぱ11時でこちらやっぱ閉まりますね、はい、食べたい方はねお早めに来てください。ちょっとあれだな、パンちょっと食べ過ぎましたね。具を食べよう。これもう天空の城ラピュタに出てくる飯でしょ。これにねきゅうり乗せていただきます。何もかけないで食べるとね、味がやっぱり薄いので、このチリとかねこの醤油この中に混ぜて食べた方がいいかもしれないですね。これちょっとさつま揚げだけどそのままいただこう。味もしっかりして、柔らか系のさつま揚げになります。ちょっとねパンの配分をねかなり間違えましたね。いっぱい使いました最初で、まあ、目玉焼きとかソーセージ、あとさつま揚げ、ハムですとか、お店によって違うんですけど、サンクにはね、こことあともう一つね別のお店が、有名なお店がありますけれどもね、ここはね比較的、オーダーしやすいですね。あの英語のメニューもあったりとか、店員さんがちゃんとフォローしてくれるので。もう一店舗のところはね、ちなみに行ったんですけど、ちょっとあれはね外国人の方とか旅行者の方だとオーダーが難しいんですよね。一人で切り盛りされてて、でベトナム人の方もすごいお客さんでいてね、混んでて、自分でこうねできたものをセルフで席に持ってくお店なんですけど、席自体もねほとんどないのでね埋まって、なのでね美味しいとは思うんですけれども、こっちの方が比較的オーダーしやすくて待たなくていいかなと思います。すごいですよこれ。昔ながらのこのコンロ、これでねこのフライパンを温めて食べますね。これこの年季の入ったこのフライパンいいですね。ここでね洗ってます。でベトナムの卵、con
そうやん。Bây giờ của mẹ cầm chỗ dưới nha, để mẹ bỏ miếng hành vô. こんな感じでね、ソーセージとか目玉焼きとか、あと玉ねぎ、チーズ、いろいろ乗ってね、でバンミーと一緒にいただきます。でチャオというのはね、このね鉄板になります。あそこがお店なんですけどね、こちら向こうからこう入ってきてね、こんな感じで団地というか、この昔ながらのこのアパートが並んでます。これ皆さんインスタ映えしますよ。これはね、いい、なんかいい風情がある。で値段はね、さっき言った別のお店はね3万5千丼ぐらい食べれるんですけど、こっちはねメニュー見ましたけどちょっと高かったですよね。ただこっちの方がねボリュームあります、間違いなく。この年季見てください、皆さん、すごいよ。これがまた美味しく感じますよね。最後1個です、これも乗せちゃおう。これは何かな、コンビーフを焼いたってやつですね。あとパテ、最後ね、後のせパテ、いただきます。よいしょ、うまいわ、うまい。ごちそうさまでした。はい、ちょっとね、さっきメニューにあったミルクコーヒー頼みましょう。他のお客さんがね頼んでるの見たんですけどね、本当にね、あのカフェに出てくるようなミルクコーヒーじゃなくて、本当にこういう路上でね飲むようなあのミルクコーヒーなんでね、久しぶりに飲みましょう。もうね、なんだろう、パンチすごいですからね、こういうなんていうんだろう、外の路上でね飲むミルクコーヒーで、ちょっと興奮して気持ち悪くてすいません。待ちましょう。到着しました。これミルクコーヒー。このパンチ色見てください。これがね路上のミルクコーヒーです。はい。このてんこ盛りのこの氷、もうねこれはもうこぼれて OK なんですよ。もうこぼれることを見越して作ってますからね。これ混ぜてください、ね。かき混ぜ混ぜ。この最高にこの甘そうなミルクコーヒーができますよ。わ、すごいよこれ。皆さんいただきます。うん、本当に甘い、すごいわ。久しぶりにねこういうあのミルクコーヒー飲みましたね。ここまでパンチ力の色が出てくるカフェスターはなかなかないですよね。私はあのベトナムにね初めて来て、このミルクコーヒーを飲んだ時の衝撃、うわーと思ってね、あの衝撃やっぱ忘れられないですよね。美味しいですよね、ほんとね。うん、このちょっと外歩いてね、ちょっと暑い中外歩いてホテル戻ってきたりとか、カフェに涼しいとこ入ってね飲むねミルクコーヒー最高です。美味しかった、速攻で飲みました。ごちそうさまでした。それではねお会計しましょう。大変なことになってます、この皿の量。はい、今お会計しました。あのね鉄板セット、あちらね5万8000丼になります。でね、このミリコーヒー君、こちらが1万6000丼ですね、なっております。はい。でね、お茶ですとか、あと布巾ですね、濡れティッシュ、まあ、頼んだのでね、それがちょっとプラス2000丼2000丼でプラスされてるんですけれども、この鉄板これ一式5万8000丼です。
ボリュームもあってね、朝食には最高だと思います。ただね、さっきも言ったようにここね11時閉まるんでね、そのあたりね、お気をつけください。はい、最高な朝食でスタート切ります。というかもう11時ですけど、予定ないですが、どこかバイクを走らせましょう。行きましょう。今ちょっと黒くなりすぎでしょう。になりますね。到着しました。今ね、ちなみに午後2時になりますのでね、もうお昼時はね過ぎておりますけれどもね、ちょっと奥の席がちょうど空いてます。こちらに座りましょう。はい、ナイスな店員さんです。こんな感じでね、写真も飾ってあります。店内ね、ここ1階ですけれども2階もございます。はい、ガンガンハイナムシンガポールフードフリーと書いてあります。はい、メニュー見てみましょう。まずもうこれ、皆さん、シンガポールチキンライス、これがもうメインですね。あとまあこのローストチキンのご飯、あとはチャーシューのこのご飯、これ写真付きでしかも英語あるから分かりやすいですね。非常にいろんな種類のご飯がございます。私はね、これね、このカンガンを食べに来ましたので、これをね注文します。多いですね。うわー、この辺り美味しそう。シーフードですよこれ、麺。いやー、これも捨てがたいけどな。次食べましょう。これはね、わ、本当にメニュー多いですね。いいですよ、ここは麺系もございますよ皆さん。ねー、なんかスープをねちょっと一品頼みたいと思います。はい、あ、あたりがいいかな。そうですね、このカニ肉くん入りアスパラガスのスープを頼みましょう。はい、こういう空心菜で炒め物とかもねありますね。すごいですねここね、メニューたくさんございます。はい、とりあえずね2品頼みましょう。しました。これカニの身入りアスパラガスのスープになります。白いアスパラガスですね、これ見るとね、とろみがかなりかかってます。はい、美味しそう。あとこちらね、もう安定のこのカンマンガイ蒸し鶏飯、ちょっと小ぶりですね鶏肉はね。うん、美味しそうです。いただきましょう。すごいよ、熱々。いただきます。正直ね、このとろみがあるパターンと、あとはほんとシャバシャバなスープ、ベトナム2種類あるんですけど、私はねもう本当にもう透明なシャバシャバなスープが好きなんですけどね、こっちとろみかかっててどうかなと思ったんですけどね、味も濃くてね美味しい。こういうね、あのゼリー状のこのちょっとネバネバ感があるスープって薄い店が多いんですけど、ここはねちゃんと味しっかりしてますね。うん、とにかく熱い。あとねこれスープが味薄い時はね、私あのヌクマムをねこうちょっと入れてね味調整したりします。蒸し料理いただきます。まずはちょっとね飯をいただきましょう。いい、味ががっつりして美味しいわ。
ここやっぱ骨があるな。やっぱりね、骨がないやつの方が食べやすいですよね。ちょっと骨あるんであれなんですけど、このままいただきます。鶏肉美味しい。口に入れてもね、もう骨をね、歯でね、分離できます。うまい。これちょっと飯足らないな。あとこれね、ヌクマムがありますから、これかけても美味しいです。これね、飯と一緒にいただきましょう。はい、ここのお店は前5区で食べたトゥエルブガーっていうね、あのカムガヤさんあるんですけど、そこのね鶏肉の味にすごい似てますね。鶏自体にすごい味がついてて、なおかつこのご飯もしっかりと味してます。もうこれだけ出てきても文句言わないですよ、それぐらい美味しい。欲を言えばね、やっぱりもうちょっと肉が欲しいですね、うん、こうやって見るとやっぱりほら骨の部位がかなりを占めますので、なんかちょっと肉ないなっていうね。でもまあうまいわ、それはいいわ。ちょっと手で失礼しますけどね、この皮も美味しいですね。うん、味がしっかりしてうまい。ご飯だけですよ。ごちそうさまです。いろんなカムガー食べてますけど、ボリュームで言うとね、僕のね、トゥエルブガーっていうね、前動画にもあげたところがね、一番あるかな。あと値段的にもすごいコスパがいい感じがします。はい。ちょっと時間経ってきたらシャバシャバ感が出てきましたね。アスパラ結構入ってますね、うん、こういうねアスパラは入ってないんですけど、こういうカニ肉入りのねスープ、路上にもね売ってるとこ多いですね。2万5000丼とかね、2万丼とかでね食べれますね。非常に美味しいですよ。ちょっと夜に、ね、お腹空いたりすると路上のこういうあのカニスープ、スープコアって言うんですけど、それ食べに行くこともありますからね。それぐらいね気軽に食べれます。うん、暑いけどうまいね。ごちそうさまでした。お肉もしっかり味がついてて、でご飯にもねパンチのある味もついてますからね、食べ応えはありました。ただまあ量ですね、かける2ぐらいだとやっと落ち着く感じですけれどもね。あとはお財布と相談です。はい、美味しかったです。もうね2時半ぐらいですからね今ね。あ、2時半じゃないんです、2時50分ですね。すいません、今時計見たら遅めの昼食ですけれどもね。おそらくねお昼時とかになるとすごい混んでると思うんでね、私はあのもう2時過ぎてこちらの方に入りましたので、混んでるかもしれないです、はい、ごちそうさまでした。それではねお会計しましょう。はい、もうお会計しました。こちらね合計で11万6000ドンになります。はい、鶏飯5万5000ドンで、スープこちらも5万5000ドンですね。あとお茶代と、あとこの濡れ消し代かかりまして、合計11万6000ドンになります。はい、あの鶏飯5万5000丼はまあ妥当ですよね。これで6万丼以上するとちょっとね私は高いかなと思うんですけど、 OK です。はい、まあ、ちょっとね後でねパンでも食べましょう。はい、ごちそうさまでした。それではね行きましょう。さっきですね鶏飯を食べて今からね入るんですけれども、これね右にあるアパート、これはねワンキューシープラザといってね、あのお化けが出るとこ
ホールになります。有名だね、すごいですね。なんでこれ、あれが引かれてるのかな。このね、私もね、たまに餃子を食べに来た時にね、通ったことあったんですけどね、ここの3棟あるんですけどね、お化けが出るということでね、もうほとんど住人の人はいません。こんな感じでね、線が張ってありますね。夏なのでね、ちょっとヒヤッとしたい方来てみてください。いや、来ない方がいい。あの YouTube にね、ベトナム人の方がね、このアパートマンションに潜入した動画とかもね、あるんで、もし興味ある方見てみてください。まあ、夏なんでね、ヒヤリとしますよね、こういうところに入ったらね。帰ろう、カンピンに帰ろう。怖い怖い怖い。